皆さんこんにちは。今回はもう今韓国コスメの中ですごく人気のある、ロム&の、新しいベターザンパレットですね。こちら、とりあえず、4色、先に出た分が、ビューコリさんでも発売されていましたので早速ね、4色とも、送っていただきました。はい、こんな感じの箱に入ってきておりまして、ナンバリングが1から4番まであります。で、パレットどんな感じになっているかというと、はい、すごくね豪華な、今までだと4色入りのパレットがね、ずっと出ていたんですけど、今回はね10色入りのパレットになっております。で、今回ですね、春夏秋冬の、春夏秋冬、四季を、表しているというところなので、パーソナルカラーを参考に、選ぶこともできるみたいですね。で、私は、イエローベースの春秋の部類に入る肌色になっているので、本来であれば、まあ春とねこの秋のカラーがまあ合うんじゃないかなっていうところなんですけれども、まあ4色ともすごく素敵なパレットになっていたので、まあ今回はねこの私の場合、肌にね本当に合うのかどうかとか、そのあたりもねスウォッチで見ていこうと思います。で、4色ね並べて見てみるとこんな感じになっています。ここから 1,2,3,4 番になりますね。1から3番はどちらかというともう結構使いやすい、ブラウンとか、まあ、ちょっとオレンジ味とかブラウン味、ピンク味のあるような感じのベージュとかね、そういった色合いのすごくトーンが使いやすい感じになっています。で、それぞれには、グリッターのカラーとかマットのカラーとかシマーカラーとかも、含まっているんですけど、この4番のねこの冬のカラーですかね、こちらはですね全色マットのパレットになっています。全体的にちょっとグレーミーがかったような、ブラウンとかベージュ、そんな感じの色が入っています。まあ、この中で一番ちょっと私馴染みにくそうだなって心配しているのはこのパレットかなと思います。まずこちら1番の、春のカラーですね。こんな感じの10色のネーミングがついております。で、こちら手に塗ってみるとこんな感じですね。10色とも全部塗ってみました。マットのカラーが6色。で、あとはちょっとシマーカラーに、ややグリッターの入ったカラーが2色と、で、こちらがですね、ちょっと透明感を強調した、グリッターのカラーが2色入っています。どうですかね。まあ、一番私の肌色にこう合う、パレットになっているかなと思いますので、全体的にすごく爽やかなオレンジカラーですね。鮮やかさがある感じのオレンジと、あとまあブラウンもちょっと赤みかなが入った色合いになっていますね。すごくシーズンを表したような雰囲気が分かりやすいパレットになっていると思います。肌に塗った感じのねこのくすみ感とかもなく、すごく透明感が出るパレットかなと思います。そして続いては2番のカラーですね。こちらはまあ夏カラーというところなんですけれども、はい、塗ってみるとこんな感じの10色になっています。先ほどのパレットと構成は似てますね。ほとんど同じかなと思います。マットが6色で、シマーカラーちょっと塗り場所あれなんですけれども2色と、透明感のあるグリッターカラーですね。どうですかね、やっぱり先ほどよりもちょっとこうピンク味というか赤みが少ないオレンジカラーで、確かにちょっとねグレーっぽい感じが入ったブラウンとかねベージュになっているかなと思います。でもイエロートーンの私の肌でも、まあ、そこまで、使えないっていうぐらいの、感じではないかなと思うんですけど、若干肌色がちょっとくすんで見えるかな。なのでやっぱりブルーベースの肌色の方の方がこの発色とかもっとこうすっきり綺麗に見えるかもしれないですね。そして続いては03番の、カラーですね。パッケージもすごく可愛らしいねピンク系のパッケージで、4色ねパッと見た感じでは私はね迷わずこちらが一番きっと好きだろうなと瞬時に分かった感じなんですけれども、はい、実際に塗ってみた色はこんな感じになります。思っていたよりもねすごく可愛いピンク系の発色が強い、パレットになっています。まあ、一応ねナンバリングが3番なので、まあ、秋のシーズンをおそらくテーマにしていると思うんですけど、なんか春とかにも使えそうな感じのすごくね可愛い桜色のような感じのピンクカラーになっています。で、ブラウンもやっぱりピンクブラウンな感じ
になっていますし、ちょっとねコーラルオレンジのような発色のピンクもあって、まあ、確かにねこれはもしかしたらブルーベースの方が使うとちょっと浮いちゃう、うん、色合いになっているかなと思います。肌の色も先ほどのね2番のカラーよりもちょっとこう澄んだような感じで見えているかなと思います。でグリッターのカラーもねそんなにこう色味がはっきりする感じではなくって、ちょっとこうシルバー寄りの発色のものとか薄いペールピンク、あとこちらはですねちょっと赤みが強いブラウンのねラメが入ったグリッターとか、まあ、これはねもうオーロラカラーのグリッターですね、大粒のものが入っているものとかになっています。はい、そして最後4番のこちらのカラーですね、これはもう先ほどの3色とは全然もうね雰囲気が違った全色マットカラーになっています。もう本当に珍しいぐらいこういったグレーカラーが揃ったパレットなんですけれども、私のね肌に塗ってみるとこんな感じになっております。結構ね薄い本当にネズミ色とかグレージュそういった感じの色から始まり、一番濃いカラーはねこれぐらい深い、まあ、グレーベースの焦げ茶っていうんですかね、そんな感じの色になっています。どうですかね、くすんで見えるっていうよりはちょっと肌にこう血色感がない感じの、色になっているかなと思いますが、まあ、目元に実際に塗って見ているわけじゃないので何とも言えないんですけど、まあ、思ったよりも合わないことはないかなと個人的に感じています。使い方を間違うと本当に怖いメイクになりやすそうな色だなとは思いますけど、お洋服とかねスーツとかちょっとドレッシーな感じの雰囲気の時にはこういったパレットがあると便利かなと思います。もうグリッターとかがないので本当にこう洗練されたアイメイクが作れるかなと思います。はい、ということで今回は、ロム&の、ベターザンアイパレット4色ご紹介いたしました。一応その春夏秋冬で分かれているっていう話なんですけれども、もちろん好きなものをね選んで使ってみられるのが一番いいと思いますので、まあ、私のねイエローベースの肌にはどんな感じかなっていうのを少し、参考にしていただけるといいかなと思います。それでは今回も最後までご覧いただきましてありがとうございました。